君の悩みを YouTube で解決、高画家の質問トーク。高画家の児玉です。高画家の佐藤です。逆です。僕は佐藤です。はい、覚えてください皆さん。児玉です。パンできました。パンですか。街中とかで歩いてるときに。ああ、はい、1回かけられましたよ。アハ体験の方ですか。いや、髪の毛とか興味ないですか。ぜひうちに来てください。美容室のモニタータイプみたいな。そうなんですけど、この時期、まあ、高校1年生から高校3年生全員なんですけど、やっぱりその暗記物がねちょっとしんどいなっていうような時期に入ってくるかなっていうふうに思います。例えば高校3年生やったら過去問演習とかしていって、なんかまた覚えなあかんことあるやんみたいな、うん、みたいな、もうめっちゃ細かい知識とか覚えなあかんし、前覚えとった内容がどんどん抜け落ちてくるやんとか、うん、あとは高校1年生2年生やったら、まあ、その定期テストの時期だと思いますから、暗記しないといけないよねっていうところが多いかなって思うんですね。暗記を手助けする重要な考え方が一つあるんで、それをね皆さんにお伝えしたいなっていうふうに思います。もちろんこの一つの考え方で全部解決できるわけじゃないですか、はい、そうですね。単純暗記もあるんでね、単語の知識であったりとか、うん、ただ日本史とか世界史とか歴史の流れとかね、うん、覚えていくときに何が大事なのかっていうのを説明したいと思います。これは必見ですね。でこれちなみに何なのかって言ったら、原因をしっかりと追求してくださいっていう風なところで、人って理解できるものと理解できないものって2つ分かれるじゃないですか、うん、でもちろん自分で理解できるものの方が覚えやすいし、理解できないものは覚えにくいじゃないですか、うんうんうん、例えば今からじゃあサウジアラビア語を覚えてくださいって言うと、きつーってなるやんか、はい、何書いてか分かれへんしみたいな、はい、っていうところでな、どういう原理になれたってか分かれへんやんか、そうそうそう、だから理解できるものの方がもちろん内容としては暗記しやすいし覚えやすいと。じゃあ人は理解できるものと理解できないものはどうやって区別してるかっていうと、因果関係が明確かどうかで理解できるかどうかっていうのが分かるんですよね。なるほど。例えば電子レンジに弁当を突っ込みました、はい、弁当を入れてボタンポチッと押しました、はい、じゃあ1分後そのお弁当はどうなってますか。温まってます。温まってます。なん、はい、でですか。電子レンジが温めてくれてるから。電子レンジが温めてくれてるからです、はい、から電子レンジはそういう機能があって、うん、だからそこに入れると温かくなるよね、うん、じゃあ電子レンジの中にお弁当を入れました、はい、1分後バーンって開けたら中から猫出てきました、はい、発想できます。無理です。無理ですよね。なんでってなるよね、はい、意味が分からへんよね、はい、そうっていう風に理解できなかったんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、こうだからこうなるよねっていう風な因果関係がしっかりと明確であれば、理由をちゃんと理解できてれば自分で答えを導き出せるはずなんですよね、うん、そうで因果関係が明確じゃないやつはガチで暗記するしかないんですよ。はいはい、はい、そう猫出てくるっていう事象を暗記するしかなくて、はい、導き出されへんから、はい、そうそう。だから、定期テストとかでよく陥りがちなんですけど、あのテスト1日前にもとりあえず一夜漬けでガッと覚えていくってなったら、うん、今みたいに電子レンジの中に入れたら意味わからんけどとりあえず猫出てくる、まあ、とりあえず猫出てくる猫出てくる猫出てくるっていう結果の部分だけ押さえちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて原因の部分をちゃんと分析してあげてください。で原因がちゃんと理解できていれば結果はおのずと見えてくるんですよね、うんうん、ってなると頭の中で理解ができているから暗記の労力は激減するわけなんですよ。なるほど、はい、特にねその世界史とか日本史とかでその、まあ、中で覚えていかないといけないじゃないですか、うん、でこの時代の政治はこれ、この時代の政治はこれっていう風に、もちろん入試で出てくるのはこの時代の政治はこれですっていうのは語句であったりその結果の部分ですよ、うん、だけどそこをちゃんと理解して暗記するためにはなぜそうなったのかっていう原因を追求してあげた方が実は覚えやすいしアウトプットしやすくなります、うん、はい、もちろん単語の勉強とかきついね。単語の勉強はもうその理由がないから頑張って覚えるしかないんですけど、内容理解であったりとか現代文の内容であったり英語の長文読解であったりとか、あとは日本世界史とか物理科学とか数学とかも全部そうやった、うん、公式暗記するだけじゃなくてなぜそうなるのかっていうところを徹底追求していくっていうところに自習時間の重きを置いてもらった方が実は暗記ってのは効率よく進むんだよ。確かにっていうところですね、はい、はい、なんで今その暗記で苦しんでる人、おそらく多くの人が赤シート隠して結果の部分だけ頑張って覚えてる人が多いんちゃうかなっていうふうに思います。もちろんそれやったら頭の中ぐちゃぐちゃってなっちゃいますから、一旦ね赤シート外してもらってなぜそうなるのかっていう原因を一個一個深掘りしてあげてください、うん、でそういうふうにするとね自然と覚えるようになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。うわすごい、今日はすごい、あおこれはいいこと言ってはる。いつも言ってないってことあいやいやいや、違います。あすごいいい、いや今日納得できたなって。はい、ということでですね、はい、まあ一つねそのアドバイスとして受け取ってもらったらなっていうふうに思います。それでは本日はどう思います。よいしょ。